ラシャトルは、フランス、サントルイコールバルドロアール地域圏、アンドル圏のコミューン。ラシャトルは、県南東部、ボア省地方に属する、アンドル川を見下ろす位置にある。ラシャトルとは、防衛が強化された、駐屯地を意味する、カストラに由来する。これは、考古学者や、歴史学者の多様な諸説によれば、古代、ローマかガリアの中屯地があったことを意味するという。 男爵寮のお膝元であったラシャトルには城があった。11世紀に初めて漁師となったのがエブロクセイである。現立市東会の修道士たちがアンドルガ市に移住し、水車を備えた製粉書を作ったことで経済が花開いた。ラシャトルは1152年にルイ7世によって火を放たれ、1209年にはフィリップ2世に侵入した。 13世紀から15世紀にかけ、カルメル海発集動員がラシャトルへ移ってきた。1424年から、封建領主の城が建てられたが、現在は塔しか残っていない。1462年の検証で住民が一部自由を得た。100年戦争末期の15世紀、ラシャトルは大きく成長した。フランス王領とかつてのイングランド支配州との間に、あるために、 ブールジュの裁判所の存在によって、フォルム構築がなされたからであった。この時代に美しい建物が建てられた。17世紀、円税上限が低く設定されていた。ラシャトルは、駐屯地の町となり、幹部たちが美しい建物を建てた。1788年、コミューンを取り巻く城壁や、門の破壊が決定した。19世紀、性格産業が栄えた。 農業地帯にあり、アンドル川に浸された、このコミューンでは中世以来多くの川なめし業者がいた。ジョルジュ・サンドは友人に会うためたびたびラシャトルを訪れた。1960年代、旧市街街に新たな地区が作られた。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ lachatr epatrimoine.free.fr スラッシュ h i s t o r y 1 h t m a r c h i v e s d p a r t m o n t a l e s d e l e n d r a b e r r y medival.aladecubelto delendra au maia n u a g e c a t a l o g d e x p o s i t i o n s h a t カイ e a r c h i v e s d イ p a r t m o n t a l e s d l e n d a 2 0 0 9 P21 ありがとうございます。